おはようございます。突然ですが、僕の動画の視聴者は18歳未満の人が 4.4% らしいんですよね。そんな 4.4% の方々へ向けた動画が今回の目的です。ということで、今回は学生割引制度、学割というものについてどのようなものか、利用例や学割について解説していこうと思います。あと視聴者の 96% の方、チャンネル登録お願いします。学割って何でしょうか？よく学生割引というと飲食店なんかのサービスを想像しがちですが、これは鉄道を利用する際に受けれる学生割引の話をしていきます。この学生割引というのは、鉄道を利用する際に学生生徒旅客運賃というものの運賃値段で乗車することができるというものです。まずはこの学割の恩恵を受ける方法について見ていきます。学割証が必要です。学校学生生徒旅客運賃というのは、 JR などの運賃が通常より2割引きの値段で切符を買うことができます。しかしこれには片道 101km 以上利用する際に限られるので、 JR の各線や一部施設の 101km 以上の距離でしか学割は適用されません。この 101km 以上というのは大都市近郊区間内でも可能です。また学割の利用には、学割証、正式名称で学校学生生徒旅客運賃割引証というのを学校で申請する必要があります。今回は僕が実際に申請していました。この学割は学生の経済的負担を少しでも減らそうと JR が割引制度を作っております。一部施設でも同じような学割制度はありますが、今回は JR を例えにして話していこうと思います。2割引きになるから結構なお得で買うんですよね。まずこの学割証を発行してもらうには申請が必要です。クーポンのように勝手にもらえるわけではありません。ですから自ら申請する必要があります。中学や高校であれば学校窓口、大学などであれば自動で発行する機会なんかがあるようです。なお、学校によっては枚数制限が決まっていたりするので、それは各学校で調べてみてください。ここで学校で申請する際の注意点として、学生割引は使用目的の範囲というのが決められております。僕のような鉄道ファンであれば列車に乗ることを目的に学割を利用したくなりますが、あまりそういう使い方は好ましくないようです。独立行政法人日本学生支援機構が出している取扱要項には、使用目的の範囲についてこう書かれておりました。使用目的の範囲、機構または都道府県等から学割証の様式の配布を受けた学校は、制度の趣旨に鑑み原則として次の目的を持って旅行する必要があると認められる場合に限り、学生生徒に対して学割証を交付するものとする。 1. 休暇所要による帰省、 2. 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの成果の教育活動、3. 学校が認めた特別教育活動または体育文化に関する成果外の教育活動、4. 就職または進学のための受験など、5. 学校が就学上適当と認めた見学または行事への参加、6. 傷病の治療その他就学上支障となる問題の処理、7. 保護者の旅行への随行という感じでございます。鉄道写真の撮影の際にどうぞ使ってくださいというふうには書いてないですよね。結局理由だけ書いておいて遊びに使うこともできると思いますが、まあ、これはあまり推奨しません。さて、いよいよ上記に当てはまることを確認したら申請して発行してもらいましょう。ちなみに僕はオープンキャンパスに行くと題してこの動画を作っております。実際に来ました。一応4番の就職または進学のための受験等に当てはまると思います。なので大丈夫でしょうか。実際に発行していきましょう。学割証は写真のようなものになっております。基本的に乗車区間、種類、氏名以外は学校側が書いてくれることが多いです。学割証は1枚で往復、片道、どちらでも購入することができます。ただ、片道切符を2枚買うと、学割証も2枚必要になります。往復切符を買えば、学割証は1つで十分です。僕は今回、往復で土山から南草津にしました。片道は 101km 以上あれば、区間は自由です。途中の経由については、特別複雑なルートでない限りは書かなくても、購入の際に JR の方が書いてくれますので大丈夫です。また、片道が 601km 以上ですと、往復割引との併用もできます。僕が住んでいる西明石からでしたら、西明石から東京間は 601km 以上に当たります。実際に買っていきます。あくまで JR 西日本の場合ですが、必要事項を書いた学割証を主要駅などにある緑の窓口や切符売り場、緑の券売機プラスオペレーターとの通話ができるタイプの券売機を使って購入することができます。普通の緑の券売機やただの券売機では買うことができないので注意が必要です。
運賃は2割引きで購入することができます。ここで新幹線などを利用する場合は特急料金がかかってきますが、 JR の特急新幹線などを利用する際の特急料金分は割引の対象外となります。あくまで普通運賃のみの割引ということになります。学校によって学割証の発行には時間がかかる場合がありますが、購入自体は当日でも大丈夫です。ですから学割証をできるだけ早めに取っておいて、その後その学割証を使って当日に買うこともできます。なお学割証にも一応有効期限があるので、それは見ておきましょう。切符を使ってみましょう。これは切符にも書かれていますが、学割を使用した切符では必ず学生証を携帯する必要があります。確認されることはかなり稀ですが、僕はされたことがありません。学生証は必ず携帯しておくのがベストです。では簡単な購入方法については解説しましたので、実際にこれから使っていく様子を見せれたらなと思います。このように学割の切符は水色の丸スキャンと呼ばれる形式で、自動改札機に通すだけで OK です。普通の切符のように使いましょう。 IC カードを専用改札機では使えないのが少し難点ですね。そこは注意しましょう。また切符の持ち帰りなどもすることができます。この後切符を持ち帰ってきましたので、そちらも見ていただけたらと思います。ではこの後は単純に電車に乗るだけの動画ですので、学割についてはここで終わります。早速電車に乗っていきます。三宮大阪方面9時31分発の電車に乗っていきます。この土山駅は僕の最寄り駅と言っても過言ではないんですが、そんなに近くはありません。というわけでこちらやってきました223系の電車に乗って、そのまま南草津を目指します。この電車に乗ればそのまま乗り換えなしで行くことができるんですが、今日はちょっと急いでいるので、この後新快速に乗り換える予定です。ここからは本当に鉄道ファンの話になりますので、学割について知りたかった方はこの辺で終わっても大丈夫です。ちょうど土山駅を出まして、この電車は2面3線の駅なんですが、内側の1線はごくたまに夕方のラッシュ時なんかに使われたり、朝のラッシュ時なんかに使われたりします。ちょうど西明石駅に到着しました。こちらは反対方面の新快速電車です。この西明石駅からは線路の数が4本に増えまして、上下線ともに2本ずつというようになります。新快速の走る線路と快速、普通電車の走る線路と分けられることによって、次にやってくる新快速電車に乗ることによって大幅に早く京都方面、滋賀県方面に行くことができます。大西大津行きの新快速電車です。たまに湖西線方面の敦賀駅なんかの電車もやってきますので、それだと南草津に止まらないんですよね。南草津という駅は昔は新快速なんか止まらなかった駅ですが、最近はニュータウンといいますか、滋賀県の方も結構新快速が停車する駅が増えているように感じます。また草津駅は県庁所在地のある大津駅よりも利用者数が多いとかないとか、そんな話を聞いたことがあります。列車はちょうど西明石駅を出ました。進行方向右側には JR 西日本の車庫が見えます。こちらの車庫は207系、321系などが留置されておりまして、朝ラッシュ時、夕方のラッシュ時などにはここから出庫、入庫する姿を見ることができます。この207系、321系は主に西明石から高槻、京都間の各駅停車に使われております。しばらくこの右側を見ていますと、一瞬ですが水色の列車を見ることができたと思います。こちらはつい先日のダイヤ改正の際に廃止されました和田岬線の103系。列車はしばらく走りまして、まもなく大阪駅に到着します。お前この間何してたんだよ。すいません、寝てました。というわけで大阪駅に到着でございます。進行方向右側には約3つの線路、2つになりましたね。右側に走るのは阪神高速3号神戸線でした。この動画の撮影日は6月の24日ということですので、この日にはもう海北新駅は開業済みということで、たまに時系列がぐっちゃぐちゃになった動画が出ますので、そちらはご注意ください。そして右側の高速道路よく見てみるとですね、面白いものを見ることができます。ビルの中に高速道路を突っ込んでいく姿を見ることができるのもこの大阪駅手前の特徴でございます。面白いですよね。耐震性とか大丈夫なんでしょうか。ちょうど新大阪も過ぎまして、向こう町の車庫の方を走っております。関空特急はるか号や浜風号のキハ189系、他に通常使われます223系、他にも681系689系、 EF510 型電気機関車を引きました貨物電車、いろいろありますね。またつい先日湖西線などから引退しました113系などの姿も見ることができました。ちょうど列車は間もなく京都駅に到着しようとしているところです。嵯峨野山陰線や奈良線、
東海道本線の米原方面、そして西方面、僕が乗ってきた大阪方面ですね、そして湖西線方面の電車、近鉄線や他に地下鉄なんかも乗り換えとなります。また新幹線も乗り換えですね。京都駅は2番線に到着しました。京都駅は0番線の次は2番線、1番線が実はないんですね。昔1番線はあったそうですが、現在は1番線はありません。旧駅舎がどっかにあったはずですよ。移設されたかなんかで覚えてないですが、この日は土曜日だったんですが、結構やっぱり京都駅もお客さんが多いですよね。外国人観光客の方々も多く見受けることができました。でも京都はやはり日本人の方が多いような感じがします。関東、東京の方が外国人観光客はやっぱり比率的には多いような、そういう印象を受けましたが、ちょうど奥に見えるのが新幹線の場所でございます。新幹線もたくさんのお客さんを乗せて東京から新大阪方面走っております。ここからは東海道本線、琵琶湖線と呼ばれる線路をずっと米原方面へ走っていきます。この列車はトンネルを抜けまして山科、そしてまたまたトンネルを抜けまして大津、石山、南草津というような感じで止まっていきます。ちょうど今通過したのは瀬田駅です。まもなく南草津駅に到着でございます。南草津は先ほど通過した瀬田駅の次の駅です。南草津を出ると草津、森山、安、大見八幡、能登川、彦根、南彦根、そして終点の米原方面へと到着します。あれ、南彦根は止まったっけな、すいません忘れました。というわけでこの101キロの距離も2時間足らずで走ってしまう、それがこの JR 西日本の最新鋭新快速の魅力でございます。南草津へ到着しました。やはり本数が西日本の僕の近くとは比べて少ないですよね。土山から南草津まで。というわけで出てきました。もちろん切符は持ち帰らせていただきます。鉄オタの佐賀ですよね。ペーパーレス化が進んでいますが、学割の切符は残念ながらモバイル版はありません。まあそれはそうですよね。南草津駅の近くにこんなエスカレーターがありました。すごいですね。中が丸見えですよ。非常に面白かったです。というわけでここから電車に乗ってまた京都方面、僕の地元へ帰りたいんですが、新快速がちょうど行っちゃった。いえ違います、これは米原方面でした。逆方面ですね。現在の時刻は16時の19分。ちょっとしばらくここで休憩することにしました。新快速が全然来ないんですよ。というわけで切符は通常の自動改札機に入れることができまして、ちょっとねここで焦り始めたんですね。なんでかっていうと、ここから降りまして、ちょっとここでね階段をだいぶ飛ばして、ね、降りてるんですけど、これは許してください。というのもですね、電車がもう間もなくやってきたところです。危ない危ない、書き込み乗車をしてしまいました。あんまり良くないんですがね。南草津から土山駅まで帰りの切符もこちら、帰りの切符には3680円と印刷され、片道の2310円かかります。それが往復ですと4620円でしょうか。4620円のところを今回は2割引きで3680円で乗車することができました。次は山科です。次の山科で1回降ります。まあ、なぜかと言いますと、山科からは湖西線方面からやってくる新快速電車がいまして、その新快速電車に乗り換えることによって非常に空いておりまして、さらには後からやってきます新快速電車よりも先に到着することができる、そういうような構造でございます。乗ってきた普通電車を見送りまして、次にやってくるのは新快速電車です。これで大阪方面へ行こうと思います。テレレレン、テレレレン、テレレレン、テレレン、この音いいですよね。僕も小さい頃から大好きだった京都線のメロディーです。ここで蛍光色のお兄さんが出てきます。お兄さんちょっと危ないよというような感じで新快速ミュージックホーンを鳴らして入線。皆さんも列車接近時の黄色い線の外側の歩行というのは危険ですので、できるだけ注意して歩いてほしいなというふうに思います。京都駅は古の都とも呼ばれますが、ここからは外国人観光客をたくさん運びます関空特急春加護が出ております。そして手前の今乗っている新快速とこの春加護は同時刻の出発となります。281系電車というものがありまして、その281系電車にはこのようにハローキティの絵図が描かれております。やっぱりハローキティは外国人には人気のようで、外国人観光客の方々がこの列車に乗る際にはみんな写真を撮ってハローキティとにっこりピースをしているというようなことがあります。たまにですね、写真撮ってくださいというふうに頼まれることがありますが、
鉄道ファンがですね写真を撮ると、なんでか知りませんがその被写体の方々よりも先に電車にピントが行ってしまうんですよね。これどうにかして直したいところですが、いつも写真撮影の際にはそこを気をつけております。列車は京都鉄道博物館なんかを見まして西大寺駅を通過していきます。西大寺、桂川、向こう町というふうに列車は通過していくんですが、次は高槻、そして新大阪と止まっていきます。ちょうど新大阪駅に到着しました。この新大阪には新幹線との乗り換え、また大阪東線との乗り換えもあります。ここでさようなら。なぜここに寄ったかというと、ちょっとお腹が空いてきたからでございます。基本的にこの学割のような切符は大都市近郊区間内では途中下車をすることができません。学割の切符すべてが途中下車できないというわけではないですが、新大阪駅の上の方へ行きまして、ここでエスカレーター歩いちゃってるんですが、今度からはエスカレーター歩かないように気をつけようと思います。新大阪駅、非常にお客さんが多かったですよ。そして僕は何を食べてきたかと言いますと、なんかですね、駅中にたくさん新大阪駅はお土産物屋や食べ物屋がありまして、でその中のなんか蕎麦屋みたいなところで、少し蕎麦じゃないですがうどんみたいなのを食べました。たこ焼きが乗ってるタイプのうどんでした。美味しかったですよ。左側の電車が新快速、右側が各駅停車です。同時に出発していきまして、両方ともいい勝負をしていますね。右側は新三田方面へ行きますから、次の大阪駅も同じような時間帯に出発するということで、非常に面白い並走劇を見ることができると思います。列車は JR の魚住駅を出発しまして、次は土山に止まります。次の土山まで切符は買っているので、そこで降りようと思います。そして外側にはすごい夕焼けが見えておりますね。とても綺麗です。ちなみに撮影日は2023年の6月24日です。本日はこのように動画を撮ってきたわけですが、後半の方はね、ただ単に南草津まで行って帰ってきたよっていう動画になりますが、前半の方で今回目的であります学割というものについて解説していきました。今回の動画の前半部分だけ見ていただけたらわかると思うんですが、このように1日かけてたくさんの距離を移動する際、まあ用途はいろんな用途に使えますが、基本的に学校活動で使ってくださいねというような学割制度があるということを皆様にお伝えしました。僕のチャンネルの視聴者でもし学生の方がいれば、どうぞ使ってみてください。というわけで、夕焼けの綺麗の中、この JR 土山駅に到着です。本日もご視聴ありがとうございました。無事切符を持ち帰ることができました。土山駅は最近緑の窓口が消えまして、緑の券売機プラスで対応するようになってるんですが、たまたま駅員さんがいましたので、駅員さんにお願いをして南草津から土山までの今回の切符を持ち帰らせていただきました。もうすっかり夜ですね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。